はい、今日もやっていきましょう。ここ1日か2日ぐらい動画の投稿できてなかったんですけど、ガチのマジで体調がっつり崩して動画投稿できませんでしたね。まあ、たまに風邪ひくとか全然あるんだけど、でもここ最近だと一番と言っていいほどバグレベルに体調を崩してしまった。まあ、ただの風邪なんだけどね。ただね、多少ね体調崩しても動画投稿とかできるんだよね、なんだかんだね。ただ今回できなかったわ、強すぎた敵が。でどうしようかな、ふざけてる場合じゃなくてどうしようかな。まあ、ランドロスはありだけど、レヒレじゃなくて月光河の存在が気になると。グロスも気になる。まあ、ランドから入るか。でリザハドンが来るかどうかですよ。来るならバンギーラスだね。ただハッサムでもいいかも。リザードはラントレヒエでまあまあ見れてっから、だからこれでいくとポリゴン2が結構重たい。きっといいと思うな、この選出で。はい、よろしゅう。まずいのはね、あのいいね、イカ様放電みたいなやつ。あれだとレヒエとハッサム両方やられちゃうからな。ポリゴン2は一応ランドの畑が通る想定があるっていうのと、リヒレが挑発持ってか挑発入れてなんだかんだみたいな。おリザードンがオッケー。今回は初手にグロス来たらちょっと嫌だなと思ってたんで、リザードンから来るのは願ったり叶ったり。まあ、ただね、ハッサム出したのは一応メタグロス意識だったから、そういう意味ではハッサムは腐り気味になるかもしんないが、まあ、ただミニッキーには強いからね。これ岩石封じ、これまた鬼羽か。鬼羽よく見るな。鬼羽とかもう指かわしたら余裕だからな。かわせかわせかわせ、ほらな、打っていくんだよこいつら、めんどくせえ。岩石封じ、このリザードンリヒレで完封できるとか言ってもな、ここは一回自信でしょ。すぐ引いてくるはないと思うんだよね。柔らかいな、ちょっと急所か。いやこれ死ぬくない、次うまくいけば。さすがに死なんか、さすがになんか調整してるか。でもここさ殴り毒だよな、今の急所で殺してほしかったな。分からせられやりたかった、この鬼羽鬼火羽休めごときではランドルスに勝てないってことを思い知らせたかった。思い知らせやれランドルス。あ、これダメだ、勝てねえ。でもトントンぐらいかこれ、実はなんかそんなに回復してる感じもしない。まあ、なんか調整してそうだけど、ただ確定で半分回復してるようには見えないんだよな。いやまだ2回しか羽休めしてないけどね。だからさ、うまいことさ一旦倒せんじゃねこれ。うわなんかさ、ちょっと微妙に、あーまあさすがにね、さすがに壊そうだね。でもこれ最低どうなんだろう。ここってさ、岩石封じ自身でリザードンしてんだけど、まあ、引っ込められるからな。引っ込められるから岩石封じ自身を押すよりかは自信にした方がいいかなと思って、もう自信をしたんだけど、これ岩風自身にしたらこのリザードン殺せるんですよ一応。ただ結局相手打てるポケモンに引っ込めてくるとかいろいろできるから、あ、やっぱな、いつか死ぬからこれ、これでいいんだよ。急所。まあずるいけど、鬼羽リザードンってのはこういうポケモンだからさ、仕方ないんだよな。結局だって、この鬼火でさ、ランドロス殺すわけじゃん。それは無理があるよ。それは無理ですわ。そして月光が。ここはカプリヒレちゃんに頑張ってもらおう。つってもね、うちの選手見たら分かるけど、これもう月光の型次第で積んでんだよね。まあ、草結び Z は一回すかすつもりなんだけど。つもりなんだけども、ネットを、お人間自在じゃないなこれ、まあ、水タイプに。お前いや確かにさ悪かったけど、いやでもこれ切断のタイミングじゃない気もすんな。あの恋のやつじゃない気がするこれ。さすがにこんなタイミングはないだろ。対戦ありがとうございました。多分恋のやつじゃなくて事故だと思う。まあいいや、勝ったからありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがカバマンガルドだね。これはまあレヒレサンダー
ハッサムとかでいいかな。サンダー先発でもいいぐらいだけどな。あ、でもあれか、一応コケコがいるからさ、めんどくさいな。ちょっとさ、コケコがいんのか。あ、どうしよっかな。これバンギサンダーでいくか。初手バンギは一応月光河に対してそれなりにやれるポケモンであるってのと、ポケコにそこまで弱くないっていう点。ランドはね、バンダに結構スピしちゃうからやりたくないんだよね。このカバマンダガードに対してランド出すってのあんま好きじゃない。だからこれでいこうかな。はい、はい、対戦よろしくお願いします。よろよろのよろです。さて、初手はコケコがガルド、そこに合わせたバンギガス。まあ、コケコにバンギがめっちゃ強いとは言うわけじゃないんだけど、コケコ、まあ、まあ、まあいいや。これ置ける量確定じゃん、ラッキー。嫌なのは陽気だからな。マイボゼットが嫌だからさ、とりあえずこれはいいや。もう神剣に引いてくるってあるのかな、まあ、なくはないな。まあ、こう地震とかにしとく一応。ボルチェンで握ってくる可能性高いしね。仮に突っ張ってきたときは地震が結構有効だから、 Z はさすがに打ちたくないんだよな。トンボの方が嫌な番組してくるな。これ臆病でトンボするのちょっとうまい。僕もこれ考えたことあるんだけどさ、臆病でトンボするのがうまいわけじゃないんだけど、臆病なのに物理型技を持ってるっていうのはちょっとね、普通のコケコと比べて警戒しづらいところあるから。まあ続きだったら地震でよかったね。どうせ Z 打っても倒せなかったし、だったら地震でいいよ。結構入るな。ここでサンダーに引くんだけど、崩壊未崩壊がありえるかな。ここはちょっと嫌。また相手がさ、剣舞をしてもいいタイミングだからな。引いてはいない。はい、サンダー急ブレ、オッケー。それは全然もう爪入って、最近全然さ引かないな。あれをあれを全然いかないな。お前ここは難しいとこではある。羽休めしよっか。静的麻痺全然引かねえわ最近。まあ3割にそんな期待しすぎるのも、しかも当ててくるんだ。やべえこいつ怪物、一撃必殺じゃないんだよ。で、サンダーの突破方法それ、やばいなぁ。攻撃が上がった。え、これでさ、ビーストブーストかけてさ、ノーマル Z、 いやノーマル Z 持ってる可能性あるな。ギロチン Z みたいなおしゃれ技。さあ、ここけも剣舞積まないといかんな。剣舞でやべえなこいつ。サンダーの突破それかよ。まあ、僕が羽休めを押すの読んだんでしょうね今のは。だから最悪羽休めされてから考えようみたいな、本当に熱風ロスターは思わなかったんだろうな。ただお前はな、今墓穴を掘ったぞ。もう神剣が場に残った状況、しかもその HP もうハッサムの起点ですから、裏のポケモン全員ハッサムがぶち殺して勝ちだよ。もう引いてきた。いやもう遅い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 、もう結構、いやもう泣いて謝っても許してやんねえぞ。こんなこと言って真ん中来たら困っちゃうな。でもあれか、マンタの前でバンギが舞えれば舞えるかな。まあもう一枚したいんだけど無理だね。ワイボ Z は耐えるんだけど10万 Z は落ちるかな。ハッサム、ハッサムね B が高いからね、ワイボ Z 耐えちゃうんだよね。ワイボ Z って結構なんだろう、ガルーダとか倒したりとかで確定数がずれるポケモンがまあまあいるんだけど、あとフィールドない状態だったらムブリティティフが倒せるとかね、フィールドない状態でもムブリティティフ倒せるとか結構メリットが多いんだよ、ワイボ Z は。ただこいつ臆病ワイボ Z だから、まあ、弱いっていうのと、え、耐久振ってんなこいつ、ちょっと。あ、やべえかもこれ。耐えろ。落ちた。いや、砂が入ったから、いや、僕のハッサムの剣舞バレパンって、コケコに乱数なんですよ。乱数。これさ、厳しいな。ここトンボで逃げられるもんな。砂で倒したいんだけど無理だよね。そう、コケコ乱数なんだけど砂が入ったから落ちるだろうなと思ったら落ちなかったんですよ。わかんない、なんか超低ラン引くと砂ダメが入っても落ちないのかも。
だから耐久売ってるわけじゃないのかもしんないけど、まあ振ってるということにしよう。マジカルシャインこれ2回耐えるの無理だよな多分。いやさすがに、あでもこれ砂で死ぬじゃん相手。トンボ返りがされてからの方がきつかった気がする。1枚じゃ抜けないんですよ結構のこと。もう砂で倒せるからチャンスが生まれた方かもしれないな。まあラスト次第ではあるんだけど、月光がタスクだったらまあ終わり、まあ、やるだけやるしかないな。ワールズエンドホール、スカーフも無理か。あれ月光がって抜けるんだっけ一枚で。わかんねえ、わかんねえけど抜けたということにしよう。抜けなくなかった確か。いや抜けないよ、117ぐらいまでしか抜けないからさ。でも死んだわ。対戦ありがとうございましたあっさり死んだありがとうございました。あ弾だったんだ。